古宮克人です、今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います、今日のコメントなんですけども、これは、どの動画を見た時の質問なのかな、智弁和歌山対帝京ですよね。私が現役時代の時のエピソードを話しした、動画に対してこのコメントが来たんですけども、古宮さんは打順を変更した方がいいと思う時は、当時高島監督に提案したりするんですかっていうような質問が来てます。で、結論から言えば、まあ、そんな恐れ多いことはできんなっていうところが、まあ、結論です。でもね、最後の2年3年っていうのは高島監督、古宮部長としてコンビを組ませてもらって、で、練習の中のプランですね、練習の内容の考える権限、特にトレーニングとか、あの、そういう部分に関しては結構任されている部分が多かったので、結構ベンチの采配というのか、高島先生の考えに邪魔にならないように、でも、選手をしっかり準備させて、この選手は、準備できてますとか、そういう報告的なことは、最後の2年はしっかりと、公式戦の試合中とかでも、できていたんじゃないかなと思います。で、そんな中で、打順を変更した方がいいって思った時はあります。基本的には高島先生の考え方がやっぱり智弁和歌山の魂の部分なので、それを 100% 推進して、そこからどう戦うのかっていう風な考え方が、普通だと思うんですけども、一回だけこれはちょっと提案した方がいいんじゃないかなって思う時があったんですよ。で、それは、2018年の選抜大会の決勝ですよね、相手は大阪桐蔭だったんですよね。で、この選抜の決勝に関しては、今までその選抜大会中ずっとその智弁和歌山が、一番力を発揮できるラインナップ、打順、あとはポジションっていうのが組まれていった中で、大会を順調に勝ち上がっていって、準々決勝の創成館戦、準決勝の東海大相模戦もなんとか切り抜けて、決勝ファイナルまでたどり着いたんですけど、決勝だけ、ちょっと冬本選手が守備の不安がちょっと出てしまったので、オーダーをちょっと変えるっていうような相談を、実は大阪桐蔭戦の前の、前日、宿舎の夜に宿舎で高島監督が相談を受けたんですね。で、高島先生は、これで行こうと思うんやけどっていうふうなことを言ってくださって、自分としては、どうやろう、この考え方もむちゃくちゃわかる、ただ今までその勝ち上がってきた形で勝負してほしいなっていう自分の気持ちの揺れもあったんですけど、やっぱりそこは監督の意見、そう思うんやっていうおっしゃるんだったら、それがやっぱり正解で、一番チームにとって悔いが残らない形だと思うので、それでいいと思いますっていうような返事をしてしまったんですけど、やっぱりその辺が、あの、結局結果でしか見てないっちゃ見てないんですけども、あの時、今まで勝ち上がってきたラインナップで勝負しませんかって一言言えなかった後悔っていうのがやっぱりありますよね。まあ、これは結果論なんで、別にこれで勝負するって腹をくくって勝負した結果をちゃんと受け止めればいいっていうところですよね。高校野球はトーナメントですし、もう結局全て後からいろいろ言う人って結果論でしか物を言ってないんですよ。なので、この発言に関しても結果論なんであれなんですけども、まあ、個人的にはそういうちょっと心残りがあった大会ですっていうことは、覚えてますよね。はい。なので、基本的には提案したりしません。高島監督が思い描いた通りのチームになるために、自分たちがコーチとして、どうやってその高島先生の考えにこう近づけていけるような選手たちを育成できるのかっていうのが本来のあり方だと思うので、それは一つ、権限を超えた部分だと思います。ただ、その打順とかではなくて、日々の練習の中で、この子はこういうふうに育成したらいいんじゃないですかとか、こういうふうなトレーニングプランで活かしてもらいたいんですよとか、そういうコーチとしての提案っていうのは随時やる必要性があって、で、最後のラインナップとかこれで勝負するっていう形はやっぱりずっとこの練習を見られてて、
そのチームのトップである監督が決めたことで勝負するっていうので、やっぱりそれがチームがうまくいくために必要なんじゃないかなっていうのは、私の考えの中にありますんで、ぜひあのチームの中でね、コーチの立場とか、まあ、ナンバー部長の立場とか、まあ、いろいろ立場ある中で自分の在り方ですよね、なった時に何にも言わずにやっぱり監督に言ったことをそのまま、手となり足となり、動くだけの、思考がちょっと止まってしまってるコーチになるんじゃなくて、やっぱり練習の時はしっかり提案していって、最後勝負かける時は監督の判断に身を委ねる。それでみんなで一丸となって勝負していく形をどうやったら作れるかっていうのを、そういう立場の取り方をしてもらったらいいんじゃないかなと思います。今日はどうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。